こんにちは、ハーブ美容家マリーです。皆様、今年1年間ありがとうございました。そうですね、もうなんか今年は新しいことが結構始まったりとか、まあ本当1年通していろんなことがあったんですけども、それを今年はね、ライブが結構ライブ回数が増えたので、そこで、まあ、近況っていうかお知らせできたりとか、皆さんと交流できたりとかできたので、本当にまた去年と違って楽しい1年となりました。来年はもっと進化した私を、お見せしますので、ぜひ楽しみにご覧ください。いや、もう本当1年って意外と長いからさ新しいこと始まったっていうのは、楽天に出店したこととか、あとはその楽天出店にの時はもう本当に3人バタバタで大変だったりとか、その間農園放置とか放置してたら台風被害があったりとか、あとはそうですね、新たに本当に新しいことをオンラインプログラムを始めさせていただいて、またね違った目線でっていうか、皆さんと交流できたりとか、そういったのもすごく私にとっては心境の変化心境の変化っていうか、なんだろう、新しいことが始まったということに対しての、まあちょっとこう気の引き締まり感とかまたさらに出てきたし、こんなにもハーブとか、そうですね、そういう自然な療法とかに興味がある人たちが多いんだなっていうのも実感させられて、もっともっと皆さんにこういろんなものを紹介したいなっていうのがまた出てきたし、またさらにね、本当来年には新しいこともたくさん始まるし、そういったのでね、もう私も考えることが結構バーってあって、なんかなかなかこう定まらなかったりするんですけども、本当にこう温かいお言葉とコメントをいただいたりとか、そういったのがもう本当に日々励みになりますのでこれからも応援よろしくお願いいたします。やったねやったね、いろいろ。なんかね、今年はちょっとこうヨモギとローズマリーの動画を意外と多く出してて、今までやってきてないのがおかしかったんだけどいや、意外と本当ポンポンポンってやりたいなと思って上げた動画たちがたくさんあるんですよ。で、このローズマリーとかヨモギって本当1年間通してどの季節も使えるものなので、また年末年始でお時間があるんであれば見返していただくと、とてもこう入ってくるっていうか、まあ活用できることだと思いますので、ゆっくり見てみてほしいです。だね、ヨモギ虫。これ毎回言ってるけども、ヨモギ虫の良さはヨモギ虫しないと分かんないっていうね。だってこれはちょっと人生初だったからな。あ、そうね。あとはちょっとこの10万人へ挑戦の動画を出したのは、ちょっと私にとってなんか、いい、なんだろう頑張った感があるかなって思う。何言ってんのってね、思うかもしれないけど、なんかほら、挑戦するっていいことだし、なんかそれをね、みんなに言えたっていうことはすごいいいなって思ってる。そんな感じいや、どれも意外と見てほしいから、こういうハーブの使い方とか活用法とか、なんかその時その時でその人に必要かって言われたらそうじゃないし、本当いろんな動画撮ってますので、その時に自分が必要な動画とかね、また見返していただけたらなと思ってます。で、またさらにこういったもう本当ハーブってね、限りなくあるので、もう限りないハーブたちを来年も
たくさんご紹介していきたいと思ってます。ちょっと来年は意外と私ライブ向きって言われてるんですよね。なんかこうライブの方が私感が出てるっていうのを周りから言われてて、私ほらしっかりやらないとっていうのがすごく苦手なタイプなので、ああやってライブとかやって皆さんの反応を聞きながら話すのがすごく好きだなって思いました。なんかこうね、実際に聞いてみないと自分だけのこう解釈っていうかよりはこう周りの人の意見っていうか、まあ反応を聞きながら、あ、みんなこんなこと知りたいんだとか、あ、こんなことに活用したいんだとか分かるから、さらに、あ、じゃあこんなことをしてみようかなっていう気にもなるし、なんかすごい楽しいんですよ、ライブ。なので、ライブをちょっと増やしていきたいと思ってます。今年はお昼しかやりませんでしたけど、来年こそ夜の部もやっていきたいと思っておりますので、ぜひお昼参加できなかった方は、夜の部に参加してください。夜でした。いや、そのしょっちゅうじゃないけどしょっちゅうはちょっと無理かもしれないけど、たまに夜も挟んでいこうかなと。バー周りで行きましょう悩み相談室みたいないいね、自分の好きな飲み物っていうか、まあ私ね、お酒が好きなのでお酒飲むかもしれないんですけども、そういった中でね、また会話広がるかもしれないし、夜は夜で楽しそうだね。ね。もうそういった感じで、もう今年も楽しくやらせていただきました。また来年もよろしくお願いいたします。はですね、花葉が3分待ちます。根とか実とかになってくると3分じゃ抽出しにくいので5分から10分待った。